明日始まる陸上競技で10種目に出場し、活躍が期待されている岡山商科大学附属高校陸上部を紹介します。今年の岡山県高校総体、そして中国高校総体で見事総合優勝を果たし、今や岡山県屈指の強豪チームへ成長した岡山商科大学附属高校陸上部。まだ見ぬ景色へ、チーム正大夫いざ出陣のスローガンを掲げ、82名の部員一丸で練習に取り組んでいます。2日に始まるインターハイでは、岡山県の高校陸上部で最多となる12選手が出場を決めています。もう普段通りここまで来てますから、怪我人もなく順調だと思います。まあ、それぞれが十分力を発揮できる準備はできていると思います。インターハイ出場がかかった6月の中国高校総体で特に注目を浴びたのが、男子8種競技110メートルハードル、そして1600メートルリレーを制した川原蓮選手。男子8種競技では自己ベストの5699点をマークし、2位の選手に160点差をつけて中国王者に輝きました。今回のインターハイにかける思いを聞くと、雰囲気に少し飲まれた部分であったりとか、うまく調整ができなかったりとかで、あまり自分の中ではいいようにはいかなかったですね。ずっとインターハイ優勝は目標にしてきたので、絶対優勝を勝ち取るという気持ちで挑みます。そしてもう一人の注目選手が、走り高跳びの須瀬原博選手です。中国高校総体では自己ベストを更新する2メートル6センチを成功させ、優勝に輝きました。前回はちょっと初めての全国大会で場の空気に飲まれてしまって、思うような動きができなくて記録なしという形で終わってしまったんで、今年はしっかり1本目で飛んでいって決勝には必ず残りたいなと思ってます。普段通りの力を出してもらいたい。緊張はするとは思うんですけど、去年も経験してますから、落ち着いてですね、県大会中国大会同様に落ち着いて競技すれば大丈夫だと思うんですが、明日から8月6日まで行われるインターハイ陸上競技、岡山から全国への思いで夢を追いかける岡山商科大学附属高校陸上部の戦いが始まります。